モーニング娘。14鞘師里保のリホデリ。皆さんこんにちは、始まりました FM 富士リホデリ、パーソナリティのモーニング娘。14鞘師里保です。日曜の夕方4時半、いかがお過ごしですか？5月になってだいぶ暑い日も増えてきましたが、夜はまだまだ油断できません。昼夜の寒暖差で体調崩さないように気をつけてください。それでは FM 富士リホデリ、最後までお付き合いください。まずはこちらの曲をお聴きください。モーニング娘。14でパスワードイズゼロ。お送りしているのはモーニング娘。14でパスワードイズゼロです。モーニング娘。14の鞘師里保がお送りしています。 FM 富士リホデリ、改めましてこんにちは、モーニング娘。14の鞘師里保です。こんにちは、番組のペットデリです。よろしくお願いします。ちょっと、はい、一言ありますよ、はい、オープニングね、喋りますけど、なんとなくもう完全にもう台本を読んでますから、いや自分の言葉でやってくださいよ、そろそろあなた大丈夫ですか？なんだろうね、カンダンさん、そうそう、読めるんですよ、普通に見たら意味わかるし、でも喋ろうとするとちょっと詰まっちゃった。いや、わかる、詰まったのも問題。あとこの台本も読んでるってのも問題ってことですよ、あなた。一応あるんですよ、台本がね。はい、あるんですよね。で自分の言葉にしようと思ってこう書き換えたりもしたんですけど、本当ですか？だんだんだーみたいな、なんか片言になったいいと、まさかここで詰まるとは思わなかったですね。まあ、はい、まあ、そんなもありつつ、はい、恥ずかしかったですけど、恥ずかしいですよ、まあ、他にも最近ちょっと恥ずかしいことがあったんですか？あったんですよ。あの、この間仕事の前にちょっと原宿に遊びに行ったんですね。で、原宿に遊ぶ時って私竹下通りはあんま通らないんですよ。あれ一番人通りの多いね。そうなんです。人通りが多いのがちょっと苦手なのもあって、うん、他のこうビルとかのお店に行くことが多いんですけど、うん、ちょっと久々に竹下通り通ってみようと思って、でもいたの多分本当に15分から20分ぐらいの間なんですよ。ちょっとだけ相変わらず人は多かったですか？多かったです。全然多かったです、平日なのに、うん、って思ったんですけど、なんかその時にあの久々の竹下通りだし、なんか竹下通りに遊びに行った時のこう定番といえばクレープとかタピオカとかそういう感じかなと思って、そのクレープ屋さんによってあのクレープとタピオカを注文したんですね。でその時誰もあの並んでなくて、私一人だったからそれで注文できてちょっと待ってたんですけど、その間にあの何人かの中高生みたいな感じの女の子たちの集団が5人ぐらいで注文してまた待ってたんですね。で私も一緒に待ってたんですけど、横で私なんかクレープとタピオカどっちも頼んじゃって、なんか歩く時にタピオカとクレープ両方持つのちょっと恥ずかしくないみたいなことを言い出したんですよ。あれあれあれ、でもう一人の子がいや、まあ別にそんなことないと思うけど、まあちょっと気になるよねみたいな話をしてて、だって変じゃない、なんかこう右でタピオカ飲んで左でクレープ食べて変じゃないみたいな話をしてて、私ちょっとドキドキしてたんですよ、どっちも頼んじゃったから。そうだね、もうその女子高生の間ではそれを2つ持つのはもう恥ずかしいぐらいになってるわけでしょ、はい、しかしその横ではすでに頼んだあなたがいる。そうなんです、私がもうすでに頼んでてドキドキしながらこう待ってたら、もうついに時が来てしまって、いわゆるできて注文が、そう、渡されるだけ、ね、渡される時、わタピオカとクレープですって言って渡されて、なんかそれで、その私そのそれ持った姿を見た、あのなん両方持ってるのおかしくないって言ってた方の子が、うん、ほらねって言って恥ずかしいわ、本当に恥ずかしかったですよ。どうした、もう立ち去った。やめ、すぐ立ち去りました逃げるように。でもちょっとそれを聞いて逃げたなって思われたくなかったから、すぐは去ったんですけど、ちょっと堂々としていたというか、こそこそとはいかなかったで、ちょっとそれなんか久々に竹下通り通ってみようと思って勇気出して行ってのに、なんかちょっとだけの時間ですよ、なんでその間にその恥ずかしいことが起きてしまったから、もう行きたくないと思っちゃいました、ちょっと正直このその後も一応2つ持たなきゃいけない、はい、だから本当は竹下通りでゆっくり食べようと思ったんですよ。竹下通りならそれができるじゃないですか、はいはいはい、なんか電車の中でこう移動しながら両方手に持って、だから
しかもなんかもう可愛い可愛い、デザインになってるから、まあ、ピンクみたいな感じの私一人でこうやって友達といたらまだ心そう、ね、なんか起きなく食べたりできたと思うんですけど、一人になったからすごいなんか周りの目が気になりました。余計もう早くなくさるために食べなきゃいけないだからゆっくり食べようと思ったのにタピオカズル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